僕が話したいことはオーストラリアの英語の頭文字が O じゃなくて A だとして驚いたことです。これは驚きました僕、はい、英語勉強中ですか。英語ちょっとね高校卒業の認定試験みたいな勉強で、はい、今 YouTube の方で中卒が、まあ、ほぼ小卒ですけど、うん、できるかみたいので今挑戦してるんですよ、はい、でアプリで今いろんな単語とか学んでる中で、最初に僕 ABC も分かんなかったんで、はい、そこの勉強からしてその後ローマ字を完璧に覚えて、ーでローマ字完璧に覚えて今英語やってるんですよ、はい、そしたらこうオーストラリアっていう単語がね O から始まるに決まってると思ってたら A だったんで、うん、これどういう意味と思ってなるほど衝撃受けたんですよ、はい、でこれをみんな当たり前にやってるわけじゃないですか、うん、オーストラリアなのに、はい、エウストラリア、そうですね AU ですもんね。そうこれを今俺この年で知ったんですよ。なるほど。